東京医科大学、創設は1916年、大正5年、現在の設置者は、学校法人東京医科大学、旧設8医科大学の一つであり、医学部医学科、医学部看護学科を有する総合大学で、当い、東京医大の略称でもばれる。2009年9月、東京医科大八王事業センターは、生体肝移植を受けた、 患者52人の4割以上に当たる23人が、術後1年以内に死亡していたことを発表した。手術中に亡くなった8人を含め19人が、手術後退院することなく死亡。4人が術後に退院したが、うち1人は3ヶ月以内に死亡していた。結果として、術後1年以内に、計23人が、合併症などで亡くなり、死亡率は44.2%となった。報告書では、 手術の技術や術後管理に問題があったことを原因としている。高沢検事センター長は医療過誤や不適切な医療行為ではないが難しい症例が多く適応の判断などの配慮が十分ではなかったとした。調査結果を受け担当の長尾館、雑巾職外科、一般外科主任教授は定職3ヶ月の処分、現場責任者の元准教授ら2人、 いずれも退職を厳重注意とした。2005から2007年度に医学博士の学位論文の審査に関わった教授37人のうち35人が博士号を得た大学院生から謝礼名目として教授一人当たり10万円の現金を受け取っていたことが発覚している。調査によれば博士号を得た 大学院生で回答した57人のうち47人が、授与を認めている。薄井正彦学長は、謝礼は何十年も続いていた。私も40年前、学位取得後に論文審査の主査に5万円、副査に3万円渡した覚えがある。謝礼を受け取ったこともあると発言している。2009年8月、茨城県阿美町にある、 東京医科大学茨城医療センターが1億1870万円に及ぶ診療報酬を不正に受給していた事実が発覚した。その対象は入院児医学管理加算、医師事務作業補助体制加算、画像診断管理加算という3つの診療報酬加算項目であり、被害者はそれぞれ約9700人、約8900人、約1100人に上った。 東京医科大学側は、診療報酬を不適切な形で算定していたことは、確かだが、行為はなかった、内部管理体制の不備が原因であり、不適切ではあったが、不正受給であるとの認識は、持っていないと釈明している。2018年7月4日、東京地検特捜部は、文部科学省が行っている私立大学支援事業の対象校に選定されることへの見返りとして、 自分の子供を東京医科大学の入学試験で不正に合格させたとして、文部科学省科学技術学術政策局の佐野太支局長を受託収賄の疑いで逮捕した。局長の逮捕について、林義政文部科学大臣は、現職職員が逮捕されたことは誠に遺憾で、捜査に全面的に協力したいと述べ、文部科学省は局長を7月4日付で解任した。 私立大学支援事業選定の依頼や不正合格の決定には東京医科大学の理事長及び複数の大学関係者が関与していたことが明らかになっている。7月6日、入手課程を指示した疑いがある薄井正彦理事長と鈴木守学長が辞任した。7月24日、薄井と鈴木が図愛罪で在宅起訴された。 東京医科大学医学部医学科の一般入試において、女子受験者に対して、得点を一律に減点することで、女子の合格者数を一定以下に抑えていたことが、2018年8月に関係者の話として報道され、その後、女子のみならず3同以上の受験生にも減点が行われていたほか、例年5人前後の受験生に対し加点が行われていたことが明らかとなった。 東京地検特捜部も文部科学省局長の汚職による不正入学事件前述の捜査過程でこのような捜査があったことを把握し、大学側も内部調査による事実確認を進めている。8月8日に不正入学事件とこの件を合わせた調査報告書が公表され、そこでは薄い鈴木の指示により少なくとも12年前2006年より 入試の特典操作が行われており、同窓生の指定らを入学させることで、寄付金をより多く集めたいとの動機があったことが指摘された。東京医大がこのような点数操作を行った要因として、一般に女性医師は結婚や出産を機に離職あるいは休職したり、深夜勤務ができなくなったりすることがあるため、系列病院での医師不足を回避する目的も、 あったのではないいかと報じられている。この問題について、病理専門医の江野木英介は低い窓口負担によって、日本の特徴になっているコンビニ受診や患者側求める利便の追求が医師の長時間労働や医療現場の疲弊を招いていることにも注目すべきだと指摘している。東京医大が行っていた受験制度の背景には、男性の主治医が昼夜問わずつきっきりになってみてくれる。 ことを望む患者側の願望を医療現場が忖度している現状があると述べている。エノキは抜本的解決案として日本における複数主治医生の導入を主張し、患者側が主治医が同一ではなくなっても医者がコロコロ変わると批判しないこと、夜間や土日の説明などが受けられないといった不利益も感受することといった患者側の意識改革を求めている。 2018年12月、特定的核消費者団体の認定 NPO、法人消費者機構日本は、消費者裁判手続きとクレ法に基づき、東京地裁に東京医科大学に対する受験料返還義務確認訴訟を提起することになった、消費団体訴訟。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。